皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は中学1年生の歴史、ルネサンスと宗教改革についてお話しします。このルネサンス、文芸復興と日本語で訳しますけれど、まずこちらについてお話しします。十字軍の遠征の通路となっていたイタリアの都市、この都市はアジアとの貿易の要の重要な拠点として発達していきます。十字軍というのは、聖地エルサレムをイスラム教の手から取り戻そうというキリスト教の軍隊のことですね。この通り道となった都市が、貿易の拠点、要所として発達していきました。この貿易で富を蓄えた商人たちは、都市の実権を握って芸術家たちを保護していきます。市民の人気を得たかったのかもしれませんね。中世ヨーロッパではキリスト教のしきたりによって、人間の自由とか個人、これが制限されていましたけれど、この保護された芸術家たちによってこの人間性を見直そうという文化活動が起きていきました。内容は古代ギリシャやローマの文化を模範として復興させようというものです。このことをルネサンスと言います。ルネサンスというのはフランス語で再生とか復興という意味なんですね。この時代活躍した代表的な人、芸術家ではレオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエルがいます。文学では新曲を書いたダンテ、それからドン・キホーテを書いたセルバンテス、天文学では天動説を主張したコペルニクスとガリレオなどがいます。さらにこの時代ね、いろんな発明もありました。羅針盤や火薬、活版印刷なども、作られています。では次は宗教改革の方に移ります。宗教改革では免罪符というのが出てきますよね。免罪符、最初から、これを買えば全部の罪が許されるよというものじゃなかったんですね。11世紀、十字軍の遠征の資金集めとして販売されたのが最初です。それが教会にお金や品物を寄付してくれた人に、無料で与えられていた。それがだんだん形骸化していって、教会が免罪符を買えば全ての罪が許されると、全ての罪が消えると大々的に販売していくようになりました。これによって教会の大きな収入源になっていったんですね。そして1514年にはドイツで売り出された免罪符、これ販売を任されていたのがマインツ大司教という人なんですけれど、この人はこの免罪符が売ったお金、借金を返すために使っていたんですね。ひどいですよね。このような動きに対して、同じくドイツにいたルター、信仰の拠り所は聖書だけで儀式とか献金は関係ないと教会を批判します。そして1517年に95箇条の論題というのを書いて教会のドアに貼り付けました、ですから宗教改革が始まったのはこの1517年ということになっています。ルターという人は大学の教授でもあり、教会の牧師さんでもあったんですけれど、これを知った、ローマ教皇、怒ってこれを撤回しないと、お前を破門するぞと言うんですね。でもルターは撤回しないので破門されて国外に追放されてしまいました。で、国外に追放された先で実は聖書をドイツ語に翻訳しています。それまでの聖書というのはラテン語で書かれていて、聖職者や、教養のある人、一部の人しか読めなかったんですね。そうすると一般の人は聖書にはこういうことが書いてありますと教会で言われると、それを信じるしかなかったんですけど、それを誰でも読めるドイツ語に
訳しました。この91箇条の論題というのは農民とか地方領主に支持されていましたね。で、農民に支持されたんですけれど、それが不幸を招きます。1524年、ルターに刺激された農民たちによってドイツ農民戦争というのが起きるんですね。このドイツ農民戦争では農民たちが蜂起して教会を壊したり、城に火をつけたりするんですね。で、ルターはこれはやりすぎだということで、この領主たちに指示してこの農民たちをの蜂起を収めるために軍隊を向かわせて、農民たちがたくさん死んでしまいました。こういう不幸な出来事が起きてしまったんですね。そしてもう一人、ね、スイスのジュネーブを中心に活動してきたカルヴァンという人がいました。このカルヴァンはルターの考えをさらに推し進めて、彼の考えは職人とか商人の間に広まってヨーロッパに広がっていきました。で、このルターやカルヴァンの新しいキリスト教を信じる人たち、この人たちのことをプロテスタントと呼びます。ここには書いてある内容で赤い丸が、囲んである部分、赤い丸で囲んである部分、テストに出やすい内容なのでぜひ覚えてください。今回はルネサンスと宗教改革についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。